仲間の信頼を勝ち取ることが時として生き残りへの鍵となります。信頼感を高める一つの方法は公平な物々交換を行うことです。もしあなたのカリスマが高ければ有利な物々交換もできるでしょう。でもケチりすぎは禁物。緊迫した瞬間はあなた本来のカリスマ性を発揮して切り抜けましょう。友達はいつでも貴重な存在です。その友達を作る方法がわからない？お酒で社会的な地位を築くこともできるでしょうが、カリスマがあればアルコール依存症になるリスクを避けることができます。もちろん酔い止めになるという意味ではありません。何事もほどほどに。苦い経験をして初めて自分に友達がいないことに気づくかもしれません。しかしカリスマが高ければ野生動物ですらあなたに引きつけられます。新しい友達ができたようですね。おっと、大事なことを忘れてはいけません。ご覧の通り、カリスマをアピールするにはマナーの良さだけでは足りないのです。愛犬と共に行動をして、より忠実な仲間がピンチの時にあなたの身代わりになってくれたり、生き残るためにボルトテック社の教材を定期的に読み返しましょう。そしてあなた自身がスペシャルな存在になるのです。わかりましたか。わかりました。あ、高校中ありがとう、メガネさん。あれ、お歌歌ってなかった。おかえりじゃなくて、ただいま。皆さんいらっしゃい。としさんです。お酒一本だけ飲んだ。もう一本飲みまーす。久しぶりですね。乾杯。乾杯。乾杯、乾杯。乾杯。あんま飲みすぎると酔っ払っちゃうから、ちょっと控えめで2本で今日は終わります。さあ挨拶していきまーす。知らぬいさん、いなこさん、こてありがとう、いらっしゃい。ここめさん、しそさん、万年ぼっちさん、チャックさん、かずちゃん、メガネさん、いらっしゃいませ。あ、そうなんだ。もう、でも全部買ったから別にいらないからいいや。もう買っちゃったから関係ないからね。26個目さんいらっしゃい。そうなんだ。まあまあ、多分それが出るから、その前にちょっとでも利益をと思って、多分安く売ったんだと思うよね。DLC。ね、いや、ダウンロード版でいいよ。
うんだろうなっては思ってたけど、我慢できないから買っちゃったね。ちょっとお酒をちょっと飲みながらちょっとおしゃべりしよう。喋ることもないけど、なんだろう、久しぶり、放送もね、3日ぶりぐらいでしょ多分。3日ぶりでもまあまあ頻度高い方だね。31個目さんいらっしゃい。じゃあ遊びましょうか。そういえばさっきなんか、なんだろう、ホラー映画みたいな感じで、なんだろう、なんかサメの映画がやってたよね。サメの映画だっけ、エンディングの方だけ見たけど、そうそうそう、なんかシャーシャーみたいな歌だった。ゴー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 みたいゴーゴーゴーシャーシャーみたい31コメさんや、おコメさんやでしょ。あ、そうなんだ、コメディなんだ。あ、そうなんだ。へー、なに、地面の中から出てきたりするやつ、なんかゴーストシャークみたいなやつ、でも似たような感じなの。この前テレビでなんかサメ映画のエンディングは全部一緒みたいなやってた。地面の中から出てくるのってバタリアンでしょ、ゾンビ、ゾンビでしょ、ゾンビバタリアンじゃないですか。あ、トルネードに乗って襲ってくれた。あー、なー、知ってる。なんかあれでしょ、あの、星条旗の旗がついた、何やの、棒でぐしゃって刺したりするやつでしょ。なんか知ってる気がする。すごい B 級、Z 級って言った方がいいのかな。ね、星条旗。ね。なんだろう、でもサメ映画で、好きなのは、あの、ディープブルーすごい好きかもしれない。48個見さんやさ。なんかあの、サメの、なんかあの、遺伝子操作するんだよね。なんか、脳を人間の脳よりも発達するような感じで、遺伝子操作か、なんか脳を改良するんだよね。遺伝子操作するの。で、そうすると、そうそうそう、脳がもう人間並みに賢くなって、で、その実験をしていた科学者たちがみんな食べられていくって、ね。すごい面白かった、あれ。カモグンさんいらっしゃい。年上のインランぐちょぐちょガバガバマンゴにデカピエイニス高速挿入ピストンしたいさんいらっしゃい。デブさんいらっしゃい。なんか有名な人もいたよね。出てたよね。そういえば。ねえ。
誰だったか忘れたけど。サメ映画で面白いのはあれかな。ムズゴロさん以来さん。乾杯、乾杯。二本目ですよ、乾杯。サミュエル・L・ジャクソンとか出てなかった。今日は一本目おビール飲んで、二本目が、氷結です。今飲んでるの氷結。だよね、サミュエル・L・ジャクソン出てるよね。そうだよね、合ってた。LL? なんで LL なの？サミエル LLL あ、L だから L か。言いにくいよね。なんかその、もうちょっとわかりやすい、呼びやすい名前ないのかな。シッシシッシ。わあ、トシエエ。いいぞ。しにがみさん依頼さん。みんな、ぬかワールドは、おいしのミドルネーム。いや、わかんない。さあ、いらっしゃい。うわ。ここにあるものを使えば、思い通りに移動させたり。さあ、ぬかエクスプレスに乗って、来た。盗んでて、確かこれ盗んでて、ダメになったんだよね、確かに。見つかって。見つかったんだよね、確か。全部盗んだ。盗んだ。盗んでる途中で寝てた？あ、そうやっけ。ヌカワールドは10月にあと数週間しか営業しないよ。どんな感じ？盗めるじゃん、結構簡単に。それとヌカコーラの空き瓶を持ってくると門のところで心配しないで。武器を試す相手は気に入らない客だけだから。見つかると町の全員が襲いかかってくる。町の全員で襲いかかってくるよね。確か。クレオ。どんな状況にも対応できる武器があるよ。カリ。持ってるものを見せてほしいの。どんな状況にも対応できる銃だよ。本当？どんな状況にも？絶対嘘でしょ。ライトダサい。確かにダサいけど、まあいいんだよ。しょうがないんで。マークスマンヘアトリガーコンバットライフル。いらないから売っちゃえ。これ盗んだやつだよね。これ売ってやつって。いいね、いらないし。いらないから、売っちゃうよ。いらないから、売っちゃうよ。よよよよ。なもんかね。ぬかランチャーだって持ってるもん。
さん。みんな、ぬかワールドは10月にあと数週間しか営業しない。そうなんだ。まあでもいらないからいいんだけど。なんか2本しか飲んでないのに割となんかポワポワしてきた。久しぶりにゆっくり遊べるから嬉しいね。気持ちも楽でね。どうした？レクスフォードホテルに行ってみよう。言ってないよ。武器はしまっておいた方がいいぞ。武器はしまっておいた方がいい。そうなの。遠くから狙ってみようかな。この人。死んだ。いや、大勢いかかってくるもんだね。耳使ってないのに。ちょっともう一回やろう。誰も見ていないところで。誰も見ていないところで。人をぶっ壊れちゃうしうるよ。ドゥン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 誰も見てなかったのに、なんでバレるわけ？もう全然意味わからない。バレる意味がわからない。なんでなの？武器しまえばいいのかな？私が武器出してるか悪いの？武器ってそもそもこうやってしまうのか。オッケー。OK, 誰も見ていないところで出武器しまう。お、大丈夫だってさ。見て見て、誰かが死んでる。誰かが死んでいる。ルン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 。この人誰？お前は誰だ？流れ物。施しなんてないよ。おもぶさんありがとう。なんだ、グッドネイバーじゃ物足りないのか？コベナントに行ってみな。コベナントに行ってみろ。あらゆる道楽があるって聞くぜ。へえ。事件だ。グッドネイバー。もうなんか消えた。アンティさん入れさえ。ドゥンドゥーン。ドゥルンドゥーン。ドゥン。うわぁ、誰かが死んでいる。にゅー、誰かが死んでいる。よし。ドゥルンドゥーン、ドゥルンドゥーン。
やばいね、熱中症やば。なんだこいつ。わしの方見て。この人も流れ物らしい。よし、誰も見ていないかな。誰も見ていない。うわぁ、人が死んでいる。ドゥルンドゥンドゥン。ドゥルンドゥン。あ、気づかれなかった。誰だ？誰だ？誰だ？誰がやったんだ？わしじゃないよ。わし武器なんて出してないもの。誰がやったんだ、悪者だな。何犬か。何犬がやったんだな。悪者め。悪者め犬め。ジャベルを用意しろ。本当に犬は悪者だな。直してやるか。よし。すごい血まみれになって、おじの代わりに。なかなかいいやつだな。許してやろう。よいしょ。ルンルン。また犬野郎がやったの、変わるものじゃない犬。悪天さん、おはよう、いらっしゃい。悪者め、犬め。悪い犬だな。ちょっとわしのところ行くの、あっち行け。どうしよう、悪い人みたいじゃないか。もういっぱい出てきた。うん、ウィヌ様死んだ。本当に悪者だな、ウィヌ様。まったくもう人殺しなんだから。お？ここに隠れられる。やばいね。いや、あいつ一撃で死なないんだね。やばいね。強いね。やばくないよ。わし、いい人だよ。こいつだ。こいつが悪いやつだ。2発で死ぬから。2連射すれば。うぃーい！ルルンルーン。うわ、誰かが！誰かが死んでいる！誰かが死んでいる。え、この人無敵？うん、どうした？え？ちょっと待って。ひどいこと、なんでこの人生きてるの？ちょっと行き過ぎじゃない？もう行っちゃった、あっちまで。
え、話しかけたら仲間。あ、イベントキャラなんだ。流れ物だから、イベントの人じゃないと思った。お前、お前のせいだぞ。ワードックミートが死んでしまったかわいそうに、わしが直してやろう。シーズン末は価格が変更になることがあります。ヌカワールド、ヌカエクスプレス、今日のマスコットはヌカワールドの登録商標です。やっぱこっちの武器だと攻撃力低すぎるから無理だね。221コメさんいらっしゃい。マジの疑いが晴れるまでちょっと顔くれて、もし疑いが晴れた、この人イベントキャラなんだ。そっか、あっちの人撃ってないよ。変な悪者に見えるわしが、めっちゃいい人なのに。クレオ、心配しないで。武器を試す相手は気に入らない客だけだから。自由に見てって。武器を試す相手は気に入らないよ。見てみましょう。敵だけ。殺人と障害をお得な価格で。殺人と障害をお得な価格でだって。とっても、いい人だね、この人。たんまこい全部もらおう。308も全部もらうか。うるさいな、ヘルメットに文句言うな。45口径を使うから、2000円もかかるの。高いな、もう。ちょっと、マシンが見えないし。見えないでしょ。お金がかかるね。楽しいな、やっぱり、フォールアウトは楽しいね。楽しいよ。楽しい、楽しいよ。38口径って使わないから。2423 23 2400 423。 よし、売ろう。ねえねえ、38口径より45口径の方が強いよね。38口径より45口径の方が攻撃力高いよね。あ、そう。あ、そうなんだ。じゃあいいさ。やったー。これで OK だね。よし。よいしょ。あ、じゃあ、あ、予約枠取りまーす。待てねー。シーズン末は価格が変更になることがあります。ヌカワールド、ヌカエクスプレス、ヌカコーラのマスコットは、ヌカコーラ社の登録商標です。